おい、日暮さんこんばんは、今日はありがとう。ディオリアさんこんばんは、ありがとうね、今日は。クリさんこんばんは、ガチコイさんこんばんは、マキこんばんは、バンケンさんこんばんは、カシーこんばんは、今日はありがとうね。 DJ さんこんばんは。今日顔がシャープってマジ失礼じゃない？いつもどういうこっちゃ。ケイさんこんばんは。ともかまか、ともか前から見てるで、ありがとう。今日行かれへんかったけどお疲れ様、ありがとう。シュークリームしそうさんこんばんは、焼きそばさんこんばんは、みつさんただいま、フェリカさんこんばんは、たちおさんこんばんは、やー好きです、ありがとう。ケタロツ一人で生きられそうってそれ、エンタメの、稲垣さんありがとう。コニーさんこんばんは、しげこんばんは。コニーさん何かわいいそれ、ガッチこいてよね、似合ってしたでしょ、したした、ピカチュー、お疲れ様やったんだな、ん、お疲れ様やったんだな、何かわいい、ありがとう、かわいい、かわいい。お、石子こんばんは、いられない蹴られそうで、それが見えているの。今日まつげ長くない？いつもと変わらないんですけども、明日運転免許の更新なので、あら、いってらっしゃい。髪の毛伸びた、伸び伸びた、チャンドイさんこんばんは、スーパーガールズです、聞きながら寝ます、ありがとう。免許の更新頑張って。アルコールさんこんばんは、今日はありがとうね。今日めっちゃ可愛い大好きな子に会ってきたん、ええやろ、ほんといいね。誰、シラさんこんばんは、仕事中にこっそりこんばんは、あ、ありがとう。大阪は楽しかった、めちゃ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 ね、黄色かった、私のレーンが黄色かった、今日楽しかった、ありがとう。トミーニョこんばんは、アンテの唇プルプルだな、プルプルだよ、チューする、うさぴょん、誰か忘れた、うそやん、金沢ゆきって言うと思うよ、くるくるくるってお腹な、星投げカウントお願いします。今日楽しかったです、関西また来てね、行く行く、今日は幕張で水着のお姉さん撮影してきた、おいおい、久々に勇気に見えて嬉しかった、ね、私も嬉しかったさ、ありがとう、安心したよ、誕生日やのに行かれへんかった、嘘、すっごいお腹鳴りますけども、チューするはずです、こんばんは、来週与える、ね、嬉しい、来週やっと会えますね、嬉しいですね。お、カウントみんなしてくれてる、嬉しい、カウントと星投げがすごい大切になってきますからね。誕生日おめでとうって言ってあげないのか、確かに、ごめんマッキー、お誕生日おめでとう、カレーのやつ発見してきた、おー嬉しい、楽しみだな。ルナさんこんばんは、無音ルナ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 のルナ、ハッピーバースデー、すっごいお腹鳴るんですけども、キミヤさんこんばんは、チュロータさん50カウントありがとう、遅いわいいツッコミありがとう、辻さんありがたこちゅう、何の音に聞こえた今のみんなの耳には、1、夜間が鳴る音、2、花火の音、さあっとち、めちゃくちゃお腹鳴るんですけども、ハッピーハッ
やかん。ジェリーさん、こんばんは、ありがとう。鍋が沸騰する音、確かに。チェリーの鳴き声。チェリーの鳴き声、こんな音なの？ピューって音よりユキちゃんのお腹ぐるぐる音がすごい、いやすごいでしょ。ぐるぐるぐる。ちょっとしてよ。今日のグループ撮影で俺の時普通やったらやばいやつやったね。どういうこと？チュッチュッチュってやつ。お腹空いてるな、夜食配信にも。え、お腹ね、めっちゃくちゃいっぱい。私ね、お腹空いてようが空いてなかろうがね、常に年中無休でお腹が鳴ってるの。抹茶味に行きたいよ。陽太郎、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 ありがたく中途半端。ちなみにファンクラブ入った。嘘。誰推し設定ですか？ゆきちゃん可愛いポーズ、まさかのコングラの個別と同じ衣装っていう。え、マジで？七夕は誰と会いたいですか？七夕はね、七夕って普段会えない人に会う日でしょ。だからね、サラちゃんかな、あの愛犬の、なくなっちゃったミッカー。ミッカにスマイル、ありがとう。ルピー、トットカニさん、ありがとう。関東星投げ終わったので落ちます。ジェームスリーさん、ありがとう。ある日森の中、ジェームスリーさんに出会った。ありがとう、ありがとう、マクマベア、ありがとう。浮き足です。ありがとう。あら、サラちゃんにあの天の川じゃないか、渡らないと。あら、あんなの、あんなのか。コキッキこんばんは。チャーデスベルも入った。うそん。俺ピーナッツ、今日送った帳目多分明日届くと思うから楽しみにしててください。しげきさん、音符ありがとう。みっこめちゃめちゃ可愛い。くまさんアイスありがとう。それ めっちゃ可愛いんだけど。コージヤッホー、コージヤッホー。今日いた会場に。いたよね、おそらく。ゆきりん痩せた。なんか何、めちゃくちゃ、さっきまず初っ端始まってすぐゴリさんに今日は顔がシャープって言われた。そう、そんな1日2日で痩せるもん。マサワさん、こんばんは。今日おったよ。やっぱりいたいた、いたいたじゃない、見た見た。顔がやつれて見える。嘘でしょ、そんなことなかろうが。ポリポリ、ヤッホー。岡崎さん、ヤッホー。影響しながら調子して。ありがとう、ボーンさん、ありがとう。移動疲れかな。まあ確かに移動距離は確かに長い。今日来たかったよ、来てほしかったよ。しげしげ、次いつ来る？北海道おすすめ観光スポットは、私は登別がめっちゃ好きだし、でも夏とかだと富良野とか、そのお花咲いてる時期だったらそっち方面がいいかもね。あとでもあの、まあなんだろう、空港は変わっちゃうけど、あの函館とかもいいよ。やっぱ俺という好きな人と一日過ごしたら可愛くなったんちゃう？本当？なった？可愛い？
しばらく行けない。ひょんな、かわいい、あありがとう名前お腹グーってなる。多分先が原かな。うそー、まだまだ先でしょ。しげー、あなんかあれでしょ、この間の楽天ブックスの時言ってたけど、あの受けるんでしょ、なんか何受ける、なんだっけ、なんか受けるんだよね。頑張ってね、今まさに頑張ってる。ゆきり早く会いたいな。ねえバボちゃん、なんか最近会えてないよね。会えて苫小牧おすすめしないあたり、北海道の観光大使に任命して、否定されないからでもいいですね。否定するよ。この間のさ、ケタロスのさ結婚してのくだりでさ、私がさしないよっていうくだりあったじゃん。あれね、まゆちゃん、井上まゆちゃんがね見てたらしくて、あれめっちゃ、あのくだりめっちゃ好きって言ってた。おー、松尾さんありがとうございます。頑張ってる、ありがとう。あやっぱそうだよね、しげちゃん、私の記憶が正しかった。楽天ブックさんと聞いてたもんね。頑張ってね、あの大事な時期なんだって今、試験みたいな受けるんでしょ。頑張って。この前から相談しに行く、ガチコの方が言雪に飽きてるもの。飽きてないよ、14日まで待ってて。分かった、14日までいいから待ってる。あと何日、今日は何日、まだまだだよ。あ、シチューご飯さん、お疲れ様。おつ、最近ゆきに冷めてるからケンタッキーの。嘘でしょ、嘘でしょ、冷めてるの。シチューご飯さんありがとう、こちゅうと半歩。北海道、東京、大阪、東京、お疲れ様。疲れてない、全然元気。あれ今日の服可愛くない、本当。服？勇気じゃなくて。14日少しだけで行くよ。嬉しい、ありがとう。待ってよ、やば、可愛いやないかい。嬉しいやないかい。今から東京買い増ししたくてしゃあないんだけど、やばない？してくれるの？はじめちゃん、ハートありがとう。シチューご飯さんありがとう、こちゅーと半歩。今夜も中途半端だね、会えなすぎて一年切れしそうや。やだやだ、じゃあ会おう、会う時間作ろう。はじめちゃんいっぱいハートくれる。リンさんか、リンさん結構コメント読んでくれる方だと分かりました。読むよ、バシャン来週行くよ。来週、来週って言ってたろ。ちょ今トイストーリーいいとこだから知らわ。こんばんは、やったもん。あーよかった、ルナった。今日は浅草のいちご食べてきたよ。柏原、ああ行きたいの、行きたいの、いちごのお店だよね。行きたい、柏原さんにも挨拶できたよ。あ、いたの、いらっしゃったんだ。行きたいんよね、私も。ババシャンありがとう、マクマ。ある日森の中、ババシャンに出会った。ありがとう、ババシャンシャン、ありがとう。握手だけだけどね。嬉しいよ、みつさん。あれもう今日ペットボトルのコーナー終わりました。ペットボトル開けられるわい。たこ焼き食べたいけど片付け大変だから最近なかなか作らない。大阪で食べた、食べてないさ。あー恋する、トイストーリーをバカにしたな。あ、愛するか、してないしてない。なんかお風呂入ってた。お、よかった、ゆっくり晴れたなら。東京の個別だよ。バセンさんはユーギンのとこ来てくれる。あ、ユートピアさん、誰もありがとう。ペットボトルチャレンジしないの、流行ってるやつ。あーね、あの蓋をキャップを外すやつでしょ。ある意味私昨日ペットボトルチャレンジしたよ。うん、ある意味ね、ショールームでね。ペットボトルのコーナーって何？ただ私がペットボトル開けれないって言ってたっけ、逆に開けようとしてたって話。東京の個別の雰囲気って関西と違う？
どう食べ、どうだろう、どうだろうね。でも、どうだろう、違うのかな、あんましわかんないよ。来週の個別私は秋口だけだけど、ありがとう、ルナタン。ユウキリンに足裏に勇気って書かれた人生だった。どういう意味？ある意味、ある意味ってなんでそんなコメント来てるんだべ。娘の誕生日とかでほんと少しだからって。ありがとうね。あれがチャレンジでいいの？大木ちゃんがいちごスムージー持ってる写真いっぱい撮ってきました。いいな。意味違いすぎるけどな。かわいいよ。あ、豚さんだ。こんばんは。地元に帰って食べが自然に。食べって言った？自分でペットボトル開けれないくせにママが固く閉めたとか人のせいにしてたよね。そうだっけ？こんばんは。こんばんは。ゆうきにトイストーリー知ってる？足裏に名前書くじゃん。トイストーリーって真夜中に人形たちが喋って動き出すストーリーでしょ？みちさん、ありがとう。ありがとうチリン。そもそも解いて何か意味、何か何の意味か知ってる？解い、何だろう。真夜中中とか関係ない人に見られるけども動くし、喋るよ。そうなの？そのホラー映画っぽい。違うの？トイ・ストーリーって車にひかれそうになって仲間たちで助け合うストーリーでしょ？フェリカさん、かわいい、アイスありがとう。パク。一応今日が最後らしく。そうなの？今日で終わりだったんだ。それをやらかした。行こうと思ってたのにな。心さんにスマイル、ありがとうございます。花束めちゃめちゃ嬉しい。真夜中中に喉渇いてビビりながら冷蔵庫に行くも怖すぎて泣き出す話やで。おいおい、ピカチュウありがたく中途半端、中途半端だよ。車に轢かれそうになる。いちご大福も新しい。そうなの？フェリカさん、雪だるまありがとう。イケさん、こんばんは。いちごスムージーあると思います。よかった。雪だるま。コリさん詳しい。トイ・ストーリー。でも見たよ。見たことあるよ。寝起きだから眠い。起きて。ユウキも寝起きだよ。さっきまで寝てた。でももう起きた。だからなおも起きるの。OKD さんになんとか個別の刀剣用意お願いしといてや。東京でも撮りたい。刀剣ないのかな。神様って。けいちゃんありがたこちゅ。すけさん初見です。コメントありがとうございます。そして見に来てくださってありがとうございます。しのたんやほやほ、待ってたよ。待ってたよ。早く会おうね。あと何日だろう。では問題です。トイ・ストーリーは何話まで、あるでしょうか。4。ボーン知ってる？何が？ユージさん、こんばんは。刀剣、刀剣、ワンワン。ユーキリンとあと2週間も会えないのはつらい。ねえ、ほんとだよ、シゲ、つらいよ。シチューごはんさん、ありがとこちゅ。中途半端じゃなくなった。明日日曜なのに早いしな。明日日曜じゃないよ。土曜日じゃないの？撮影は売り切れてるんだよ。そういうこと？刀剣、ワンワン。かわいい。刀剣はあるんやけど、ツーショット売り切れたよ。そうなの？おるちみ。ルナさん、ありがたく中途半端。ところで、日曜日って英語でなんだっけ？フライデー。どうや、どうや。4話これから公開だけどな。そうなの？
いやはや関ヶ原楽しみです。ゆうきもそろそろ現場で刀剣を見たいです。刀剣わ日曜日やで。え、明日日曜なの。せっちゃんおやすみ。サンデーだって。はぁって言われた。はじめちゃんにはぁって言われた。あれフライデー、ゆうき覚えたんだけどな、この間。え、私この間マネージャーさんに日曜日はフライデーって習った気がする。違ったっけ。フライデーは金曜日、もう日曜日で。え、そうなの。日曜日はフライデーじゃないと。グーってお腹がすっごいなるの。トイはおもちゃって意味なんだって。おもちゃのストーリーってこと。意外と普通。金曜に、あ、確かに岡田さんは嘘を教えてません。フライデーだ。それフライデー。ゆきちゃん悪くない、会社が悪い。自分カウントしたかの忘れた。あら、こんばんは。マネージャーさんからかわれたのね。たけたけこんばんは。この放送主はこれでも歴史を目指しております。終わります。あ、こんばんは。まっつんこんばんは。その顔好き。え、どの顔。大地くん好きです。ありがとう。しげちゃんありがたこ中途半端。うん、なんぼろよ。怖く緊張してきた。なして、ゆき楽しみだよ。会いたいよ。ワクワク。香港のディズニーのトイストーリーはウッディと写真撮れる。そんなの。間違ってるのはゆきりんじゃなくてこの世界かもしれない。そうだよ。この時期にポテチ食べたら会社に怒られますか。え、ポテチに時期なんかあるの。食べちゃダメな時期。なんか顔むぎゅってなるやつどれだ。何話したらいいかわからんから話しようってください。え、いいよいいよ。しのたんいいよ、任して。ゆきがいっぱいお話振ってあげるね。フライデーはみんなの気持ちが飛んでちゃうので。じゃあこうしよう。ゆきりんが右って言えば右、左って言えば左。よくお腹減ってるのにいつも寝れるよね。よくお腹減ってるのにいつも寝れる。どういうこと。お腹減ってるのに寝れる、どういうことだろう。シチューご飯さんありがたく中途半端。また中途半端に戻ったぞ。全然気づいてないかもやけど謎に苦しい。2回目の時手震えてた。誰が。勇気が。私手震えてた。ブル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 って。明日音玉でなかったっけ。あ、明日は音玉だよ。私なして、なしてケタロスが震えるの。それを信じて最低限だけ考えてきます。オッケー。じゃあ名乗って。最低限。はい、握手開始します。シノタンです、どうもシノタンですって言って。シャワー行くでやんす。了解でやんす。チーム B の歌覚えてる。覚えてるよ。何の歌。なんか急に緊張してんな。してよ。日曜日はすん、日曜日はすんすん。任せて。何枚か撮ったから一枚目は名乗るね。わかった、楽しみにしてるね。ちびまる子ちゃんが好きなの。しのたはその玉ねぎボーイ。あれ違った、まるちゃんのキャラクターかと思った。よく見たら全然違った。推しの前に行ったら緊張が震える。そうなの。やっぱゆきちゃん可愛すぎるからな。可愛いって罪。ジュンスケこんばん。ああ、ジュンスケだ。ユキのところに来てくれた。嬉しい。握手は恋人つない希望です。わかった。任して。で、日曜日は、スンデーで覚えてね。あ、親方さん、ありがたこちゅー。
ロングチュウ、やっとチュウ。あなたは今日で勇気欲しい、ほらチンビ。あなたは今日でゆうちゃん欲しい、ほらチン。北海道あんま好きじゃないし、やかんだよ。やかんなの、やかんなのこれ。玉ねぎぽい、こじくよじゅんキャラじゃない、超絶かわいい。ほんとかよ、じゅんすけ。じゅんすけとちゃんとお話ししてみたいな。今度握手会行くと答えづらい質問されて終わる気がする。なんで？てか久しぶりゆきちゃんと剥がしの人のバトル体験できておもろかった。火曜日は楽天ライブでの、まだわかんないさ、新曲か何、新曲って。さすがさすが、あ、覚えてる覚えてるよ。何の話する？スニーカーとかたわいもない話をしたいなって。お芝居と勝てて嬉しかった。悔しいぞ悔しいぞ。あ、七五編さんありがとう、こちゅありがたこちゅうだよ。シャムスニーカーの話めちゃくちゃしたいね。わかるわかる。ベーパーのさ新色知ってるってめっちゃここで話すって。最近ゆきちゃんに会えてない事実それな。真面目トークだと風の噂を聞きましたが、どういうこと？ウィンクください。お芝居と意外と奥深いのデッキ、どうしようね。来週お芝居とリベンジしに行きます。おっ、カモンカモンピカチュウ、思い出のお芝居とね、嬉しい。お芝居と勉強しないと、最後に会ったの瀬戸内だもん、ね、マジでやばい。金沢さんベーパー持ってなかった、ベーパー持ってる、でも古いんだ。真面目とかでマジで言い間違いで台無しになる配信ですよね。なんだそれ。ゆうきりん自滅してくれたからな。ゆうきりん指かわいい。指指ってないよ、私手めっちゃちっちゃいよ。ものすごい眠い、寝落ちしたらごめん。いいよ、ここでスニーカー得したら握手いかんで済むようになるで。リンさんに真面目な話ができるのできるさ。ゆうきにだってできる、なんだってできる、真面目な話もできる。しげー、雪だるまありがとう。すごい、しげがいっぱいくれてるよ。ロラさんもハートありがとう。しげしげ、雪だるまありがとう。30分に仕事戻るわ。今お仕事の休憩中ってこと？ルナさんハートいっぱいありがとう。ルナさんにラブ注入。だるま使ってるよ。いい歌なだるま、いい歌なだるま。ショウヤこんばんは。あ、おばさんの見に行けないんですよ、行きたい。褒めて褒めて、なおさん何に褒めてくれるの。インスタのストーリーにコメントする DM になってしまうんだよ。見るよ見るよ。42度適温、今の声スズランに似てた。嘘、ランランさん、ママさっさとも来てくれなすぎて。そんなに、もうピカチュウが2人分愛して。しょうやしょうやしょうや、ありがとう。42度適温、42度適温。ヒロさんこんばんは。褒めるところはない。もうはなおは、うん、はだよそれは。もうレイパーの新作どういうかわかんない。うじょん、でへでへでへ。
チョコントケーキさん、音符ありがとう。また、うわ、わかる。新しいスニーカー買ってさ、うわ早く履きたいっていう時に限って天気悪いの続くよね。うわなまらわかるわそれ。てかショールームでまだ見つけられると思ってなかったから、なんかすげえ嬉しいわ。もうね、それ運命だよ。知ってた？しのたん、これは運命なの。うん、いざはめて金平と変わんないと。どういうこと？今日は日ハム楽天に勝った。感想をどうぞ。今日は日ハム、うーん、北海道は最高だと。ヒーローさんありがとう。あれ、北海道から帰ってきた。北海道から帰ってきたよ。金平と、金平とってすごいコメントきた。やっぱナイキス、え、ナイキが好きよ私一番。でもね、他もね、全然ナイキが一番好きってだけかな。他も全然履くし、でも今フィラが欲しいんだよね、めちゃめちゃ。そう、一周回って王道スニーカー欲しい。だから韓国行った時にさ、めちゃめちゃフィラのいろんなの売ってて買おうかなと思ったんだけど、迷って荷物になるしと思って買わなかったのがマジで後悔してる。でも今韓国行ったら多分3色くらい買う。ヒロお誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。メモ、勇気ナイキ好き。メモしてくれたの嬉しい。俺もナイキ好き。一生綺麗と可愛いどっち言われたいですか？両方。うん、安くていいよね。ここ最近アメリカでもめちゃくちゃブームらしい。え、そうなんだ。そう、わかる。めちゃめちゃ安い。一瞬回って愛が欲しい、どういうこと？俺アディダスさん、今日は朝ごはんのパン以外いちごザーテしか食べてない。嘘、フィラね。そう、いいでしょう。そうそう、ジュース紹介配信してやる。ジュース、あ、シューズか、びっくりした。仕事もだね。落ちた、落ちた。ピンク、やばい。靴、いや暖かくなるじゃん。もう靴が靴欲がたまらんね。愛をください。わー、勇気への何それ、何者はナイキですな。アメリカから日本に流行流れてくるから人気になるという。そう、マジ？え、じゃあ買っとこっかな。マジで欲しいんだよな今。でもなんか何色買ったらいいのか分かんなすぎて買ってない。ジュースションで安定のコーティーやろ。カウント、あ、ありがとう。カウント、サンダルとかの興味あるの？あるある。今持ってた方が先取りできるよ。マジ？買っとこうかな。貢ぎ物、何貢ぎ物。ジュースはもうお腹いっぱいです。キャップ、わあ、ゆきりん久々だ。え、ゆりやさん本物じゃないか。プロフィール、本物だ。わーい、ゆりやさん、私も頑張ってますよ。エアマックス以来が終わり。そうなの？ユリアさん、 I'm ready, OK?
ユリアさん、イベントお疲れ様です。お疲れのとこありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。お腹がグーッとなっております。星もあげちゃう。嬉しい、ありがとうございます。頑張って、おやすみ。ありがとうございます。おやすみなさい、お姉ちゃん。コキキありがとう。お姉ちゃん、みんなのお姉ちゃん。しょやもまたね、いいねって。ポリポリ。明日もライブだ。今日はお風呂に入って早く寝なきゃ。ゆき待ってるよ、ありがとう。親方さん、ありがとう。マクマ、ある日森の中、親方さんに出会った。好き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 。親方さん、ありがとう。マクマ、めちゃめちゃ嬉しいんだけど。親方ちゃん、早く会いたいんだけど。早く会えますか？カレーイベントだよね、次。本当にありがとう。頑張ってね、ありがとう。ありがとうございます。嬉しいね。頑張んなきゃ、私頑張んなきゃ。シャワー早っ。あれもなんならゆうきちゃんより親方に会いたい。いや、本当に本当にみんな会ってほしい、親方さんに。カレーイベントは13日ですよ。ふふふ、今日はもうちょっとで配信終わる。今日はね、朝がめちゃめちゃ早かったから、シャワー入って寝る準備して、明日の大人間に備えなきゃ。タフさん、こんにちは。カレーベってどんな感じでやるんかな。推しによそってもらえるのかな。よそいたい、よそわせてよ。でもカレーイベントについてちゃんと調べといてな。それな、教えて。また今日わかんなすぎてファンの人に聞いた。明日も頑張って。頑張る。今日もいつも可愛い。あー、売れてぃ。推しに一口案してもらえる意味ですか。あー、よし、じゃあそろそろ終わろうかな。スクショタイムするから、可愛くスクショ撮って、ゆきに愛のメッセージをツイッターに載せて。はい、スクショタイム。取れた？
取れたよって誰か言ってよ。取れたよ。あ、よかった。じゃあ後で乗せてね。うん。あ、やんちゃん見てくれてありがとう。したっけ、ツイッターみんなの楽しみにしてるね。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。みんな見に来てくれてありがとう。急遽始めたのに。魅力的な唇をアプリに載せておきます。魅力的って言ってくれるの、このちっちゃいお口を。うん、ありがとう。今来たばっかり。嬉しい。ごめんね。お、小栗竹の子さんもありがとう。したっけね、みんなありがとうね。いい夢見るんだよ。おやすみ。バイバイ。